地を狙われ、隠し口座を抑えられ、屋敷まであんな輩の好き勝手に。シェリー、それでも俺はミレニオンだ。やめてもらうぞ、オーグマン。裏切り者を抹殺しろ。それは好きなだけ奪い、どんなものでも与えられる男だ。そうだ、俺はハリー・マクドウェルだ。これが対オーグマン用の専用弾、Fブリッドか。はい。この弾は、オーグマンにインプットされている専用情報を狂わせ、彼らの能力を無力化する強力な機能。脳ガキはいい。こいつで、オーグマンを倒せるんだな。できます。弾は6000発ほど作らせました。すでに、主だった者たちには配布済みです。そうか。無敵と言われたオーグマンがこんなちっぽけな弾で倒せるとはな。強い者はさらなる強さによって駆逐される。時代はそのようにして変わっていくものだ。ハリー・マクドイルの時代は終わった。新たなミレニオンに繁栄を。参列者はあなただけなのですか？え、そうですか。シェリー、安心してくれ。俺はずっと俺であり続ける。ミレニオンのハリー・マクドウェルで。シェリー、誰だ？ここで何をしている？私は。この娘は本部から指示のあった。やめろ。浅木美香さんですね。ビッグダディの忘れがたみ。あなたを狙うよう指示を出していたハリー・マクドウェルが失脚しました。奴は今や組織に追われる身。つまりあなたはもう自由です。自由？はい。何よ、それ。勝手すぎる。じゃあ何のためにみんなは死んだの？ママも、パパも、時岡さん、ドクター、おじさんたち。意味ないよ！意味がないじゃない！心中は察しますが、
謝罪はしません。組織のトップが変わればその動向も変わる。あなたはその渦中にいた。ただそれだけです。お嬢さん、私は先代のビッグダディに世話になっていた時期があります。組織の人間としてではなく、私個人として先代の恩義に報いたい。私にできることがあれば言ってください。今さら探して、ん、探してビヨンドザグレイブ、ブランドンヒートを、私のファミリーを。見ていろ、俺はまだ終わっちゃいない。このハリー・マクドウェルは甘く見た連中に分からせてやる。誰が本当のボスか。ん？マクドウェル。本部に連絡しろ。オーグマンが、俺のオーグマンたちが。兄さんだよ兄さん。誰がどう見てもああいう結果に落ち着く鉄板のレースだ。なのによ、姉さんのやつが俺の掛け金飲みやがって2号に全部つぎ込みやがった。まったくあいつは。やめてください、話して。つれねえこと言うなよ姉ちゃん。
関わるなよ。揉め事に関わるとろくなことにならねえ。この町は運が悪い奴から死んでく。わかってんだろ？うん。おいおい、聞いてたか今の話。たく、しょうがねえ奴だな。何するんですか？ねえ。悪いのあんただぜ。女一人で俺たちの道は一人でのこのこ。歩いてくるんだからよ、楽しませてやるぜ、姉ちゃん。うるせえな、おめえは後だよ。うるせえな。どうじゃ。助けて。本当にありがとうございました。助かりました。いやいや、礼なら俺じゃなくてこのおせっかいなやつに言ってやってください。あ、あ、あ、おいおい、マジかよ、ブランドンが女に惚れたって。ああ、完全な一目惚れだな。俺にはわかる。本当かよ。照れるなよ、ブランドン。色恋沙汰ならハリーの方が数段上手だ。隠せねえよ。そんで、どんな感じだった？その女って。マリアって言って、品のいい美人だ。俺らより、年上だな。はあ、相手の方の反応は？俺の予想だが悪くはない。ちょっとアプローチすりゃデートぐらいはしてくれそうな感じだ。彼女を誘え、ブラッド。誘えよ。ケニー、靴脱いで。靴どんな。ケニー、団長。いきなり来ちゃってごめんなさい。それで、ブランド、この前のお礼にパイを焼いてきたから、よかったら皆さんで。あ、ああ、ほらな。ビンゴ。は？どうだ？よく見えないな。もっと寄ろう。いい天気よね。あ、何やってんだよ、ブランドンのやつ。イライラするぜ。いいから抱きしめてブチュってやれよ、ブチュって。ケニー、ブランドンの好きにさせてやれよ。あいつはあいつなりのスタイルがあるんだ。無理して変える必要もねって。でもじれってよ。そういうところもブランドンだろ。今日は稼ぎが少なかったから、こいつだけだ。ほら。なあ、ブランド。お前、普通に働いたらどうだ？マリアんとこにいるあのおっさん、俺らのこと嫌ってんだろ。マリアとのこと
本気で考えてるなら真っ当に生きろ。お前ならできる。ハリーは？俺か？俺はこのままでいい。ケニーたちとつるんで女騙して金巻き上げて好きなもん食って、しがないチンピラだって言われりゃその通りだけどな、自由だ。俺はそれでいい。それでいいんだ。俺も、ん？俺も今のままでいい。苦労しそうだな、マリアは。だけどよ、そいつ本当は一度もやったことねえんだ。なのにさ、無理してママのところに帰りなとか言ってて。ブランド、まだ何か作る？いい？そりゃそうなんだわ。いやでもあの時はマジ怖かったよ。わかる。どこ行くんだよハリー。ケニーがあんまりにもくだらねえこと言うから頭痛くなってきた。なんだよ、酔っちゃったのか？ってお酒じゃないでしょ。あ、そうでした。俺たちの手で叩き潰してやろうぜ。はあ？さあ、行こうぜ、ブランド。
行こうぜ、ブランド。ああ。俺たちは間違ったのか。どこかずれてしまった場所が思い出せずにいる。こんな風になってもまだ。